森さん中ですということで、今日はですね、水炊きをみんなで食べたいと思います。やったー。村方のね、はい、道の駅、そう、村方鳥の水炊きです。材料はこちらです。今日は村方鳥のセット、うん、はい、と、野菜はですね、キャベツとえのきとネギと水菜、そして椎茸があります。はい、まあ一般的な水炊きセットですね。あれ、これあるじゃない。これが村方で買った、つぼみ菜。これはちょっと、まあ、塩でねボイルするか焼いてちょっと食べたいですね。これも入れるだけだから、すごい簡単だよね。切って入れるだけ。入れるだけ入れるだけ入れるだけ。あらま、凍ってました。そう、ちょっと凍ってた。結構出しといたんだけどね。安心ですね、凍ってる方が。うん、足りるかな。足りない。足りないよね。だから足りないな。麺でごまかそうと思ったんだけど。お野菜は切るコツとかあるんですか。特に。いや、特にもう好きなようにですね、食べやすい大きさに。鍋に水炊きスープを入れ、うん、火にかけます。はい、鶏肉つくねを入れ沸騰させ、うん、アクを丁寧に取り除きます。スープを湯飲みなどに取り分け、薬味のネギと塩を入れご賞味ください。わ、次に鶏鉢にポン酢とお好みの薬味、ネギ、柚子胡椒などを入れ、うん、鶏肉をお召し上がりください。その後材料の野菜を入れ煮立ててお召し上がりください。あ、結構ちゃんと順番があるね、うん、楽しみ方の。水炊きの後には最後に残ったスープで雑炊をお楽しみください。足りるかな。しっかりとしたお肉だわ、うなかったの肉。なんか、うん、あのつくねって結構さ、うん、いろいろね混ぜちゃうけど、うん、何にも入ってなさそうだよね。本当にただのミンチっぽい。一回返しとく ね。これだから、うん、どうする、つぼみなは。ちょっと切ってあれするわ、うん、食べやすい。でもなんか美味しそうだよ。ちょっとも見てない間に大量に全部一度に入れてや。こちらのつぼみ菜を焼いて蒸し焼きにしよう。今日はどうなるかな。油がないとお塩で水分出して大島の塩。これでちょっと蒸し焼きにしよう。油を引かずに。本当は引きたかったんだけどなかったから。行っちゃった。もういいや。蓋をして。うん、蒸し焼きにしちゃおう。いけるだろう。OK、弱火で。OK。焼けた。じゃあこれも塩とか醤油で食べてみよう。もうすぐそれクツクツきたら飲めるよね。まだちょっと、うん、もうちょっと、うん、先に飲んでから、うん、野菜だよね、うん、ちょっと塩入れんじゃなかった。塩は大島の塩。大島の塩。大島の塩舐めてみる、あと塩、うん、大島のことちょっと調べてみるわ。大島の塩。お塩私入れちゃっていいですか。いいよ。これ舐めてみる、まず、うん、どれ美味しいから。 塩 G だっけ。塩 G の塩。謎 G っていうのが小野さんと近くにいたんでしょ。横浜の近所にいた謎謎出すおじさんだよね。そう困ったもんだよ。じゃあいただきます。入れちゃおうか。はい、美味しくない。いや美味しいよ。美味しい。すごいなんか深みがあるというか、うん、甘いだけじゃないよ。この塩さ、うん、今これ入ってるのは結構細かいけど、もっと結晶がねゴロンってねなって。大きいやつがあるんだ。ありがとう。ネギ入れるもん。ちょっと入れようか、ね、あでも、ね、先に入れない。やめよう、うんうん、まずは味知りたい。どれ、はい、行こう。いただきます。いただきます。乾杯。乾杯。うん、あうまい。うまい。あうまい。もっと飲みたい。もうダメだ。もっと飲みたい。飲ませらんない。もう飲ませらんない。もうよだれ出てきちゃってるもん。うますぎて。わあんま。ネギネギうんま。あーもうこれだけで美味しい。よく一口を二口にできたもんだよ。あーうまい。くーちゃん飲んでみて。飲んでみ。あこれやばい。
食べたい、もっと。じゃあもう鶏行こうか。やりますか。ほら鶏炒めます。鶏炒めます。うわうまい、うまい、うわうまい、わかった通りジブリだね、うん、しっかりしてるね、うん、おいしい。あ、兄さん、かけてもらえばよさ送りたかった、うん、でもまた行くかも、私、家族で。ああ、そしたら、うん、うわ、汁飲みててダメだな。死んじゃうよ、誰か家族少ねえから。米行きます。はい。どんどん、よし、はい、ちょっと大島の塩。ここでいいの？はい。栃木県の米持ってきちゃったけど、うん、絶対欲しいよ。これ鍋つかみにもいいよね。これいざという時、いざ時1個しかなくてさ。ああ、これ鍋つかみ、なるほどね。うん、これいい、いいね、いいね。よし、うまそう。見るか。見る。はい。うわあ、西から。いいね、うまそう。すげえ。ということで、はい、できました、はい、野菜、野菜もいい感じでね、ね、ブタブタになって、はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。さらにいただきます。さっきも食べてたけどね。よし、野菜の感じが、うん、いただきます。汁は足りないから汁入ってないよ。はい、はい、いただきます。寂しいけど、うん、この後の麺のこと考えたら、うん、うまい、うまい。もう野菜がうまい。絡んでるね、うん、ちょっと黄色みがかかってるね。あ、なんかこう雑味があるんだよね。それが栄養素が変わってくる。もうほんと塩だけで全然いいわね、うん、この塩も本当になんか美味しいよね。あの、そのまま食べるよね、当たり前だけど、うん、野菜とかにめちゃくちゃ合う、この塩。つぼみなにも、うん、味噌もあるけど、お塩でもつぼみなし食べてみようか。うん、お塩で。あ、うまい、おいしい。ブロッコリーだね。ブロッコリーとアスパラの間って感じで、うん、なんか本当だ、柔らかさ。あ、本当だ、ブロッコリーだ、これは、ね、うん、おいしい。シシ肉の味噌もちょっと、うん、味噌もどうかな。あ、美味しい、美味しい。シシの感じがあんまりしないけど、ちょっとつぶつぶ入ってる、なんかこの老壮心が湧くような、うん、荒々しさの、荒々しい味噌、うん、甘口だから。そうだね、うん、なんかおい、頑張れ頑張れよって言われてみたいな。ポテト食べてる。本当でもお店の味だよね。うん、お店で食べてるみたいな。うん、あの福岡にいた気になれる。本当だね。うん、最高だねこれ。そう、本当に美味しいんだよな。あ、早く麺も、麺まで行きたいな、みんなで。今ね、麺茹でてくるじゃん。おー、クロさんの方が食欲あるな。黒沢さんラーメン好きだもんね。うん、黒沢さんラーメン食べてるよね。一瞬で食べる。厚舌だもん。そうだね、全然平気だもんね。あれ悪い。ほら、黒沢さん、ヤフーニュースで見たけどさ、うん、大丈夫あれ。何が？芸人辞めようと思ったって大丈夫？芸人辞めようと思った、あ、あちこち踊り？あちこち踊りだそう。まだあちこち踊り見てないんだけど、ニュースになってたよ。黒沢が芸人辞めるって。大丈夫？あら、そんな重い感じで。あら、まあ、そうなんだ。大丈夫だった？全然。じゃあ麺入れます。よかったよ、やめなくて。やめ、やっぱり情緒不安定な人みたいに書いてあるけど、違う、あれはね、加賀くんに、あれ、加賀屋の加賀くんでしょ、うん、に、私はそんな自分は、じゃあちょっとそのうまいこといかなかったら、もういいや、やめてもいいやっていう気持ちで、うんうん、
行ってるっていう話をしてて、別に行く役を励まそうと思って言ったことってことですね。あ、そう、やめてもいいやんじゃ、あの、あ、もうなんかあってもこんなに落ち込んだら、落ち込むんだったらやめりゃいいや、やめりゃいいじゃんっていう流れの中一つで、まあ、捉え方がね、そうで、カナ君を、うん、そんなこと言ってたのに、そんなことない、頑張れみたいな感じのことを、うん、頑張れって言い方はあれだってないかもしれないけど、うん、大丈夫だよみたいな感じで、大丈夫、いや、なんだろうな、なんかそんな感じのやつを科学に言って、あいつ情緒不安定だみたいにはなった。ああ、なるほどね、うん、今の自分の気持ちと科学に対する気持ちは違うなっていう。 OK です。OK、 私がやる。はい、はい、お願いします。私がやる。はい、おかわりの人、おかわりの人。まだ入ってる？大丈夫？クリさん。あ、まだ入ってます。食べちゃって。はい。食べちゃって。お前も一つだから。取らなくていいから。取らなくていいから食べちゃって。食べちゃって。何しに来てるの？飲めるから、ね、まあそうか。